しゃっていきますか。ヨッシーサーキットからいきなりホームコースからだな。体勢よろしくお願いします。しかもよっしー多くね、置いててもあれか、自分合わせ3人か。緑ヨッシーだな。行くぜ。ダーン、なんか早いぞ向こうのヨッシーの方が。よし待って、すげえ押されるんだけど。しましょ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 、やばいやばい、グダグダ。なんかいつもと違ってハンドルの切りが悪い。あ、でもなんか慣れてきた。やべ、なんか違うラインが。でもこれ前のヨッシーも失敗したし、ヨッシーには走りづらいコースなのかもしれない。なんかいつもよりハンドルがすげえブレるんだけど、なんだ。ヨッシー崎って意外となんかワインディングロードというか難しいのかもしれないな。ちょっと待って、グダグダすぎる。え、待って、マジでなんか違う、いつもと違うんだけど、ハンドル操作の感覚が。なんでわざとじゃないんだよ、なんか、なんでか理由がわかんない。コントローラーのなんかさ感度が違うような気がする。そんなこともないか。でも単純にこのコースに適応できてないだけかかもしれない。あ、そうかも。やばい、バナナが。よいしょ、よく受けて。でここあれだね、ほんとワインディングロードだからさ、右に曲がって左に曲がっての繰り返しが実は結構難しいのではなかろうか。やばい、はい、やばい、マジで笑い事じゃねえ。あ、でも緊張きたな。お、よし、ここで使え。後ろ通るぜ。ん、やばい、ちょ、なんか落ちそうだったけどなんとかなった。これさ、こんだけ遅かったらあのキラーで挽回できるんじゃないか、実は一気に。スターか。ちょっとコイン集まったのなんか知んないけど、これでも打開で勝てるかもしんない、もしかしたら。今前の俺の前のやつがキラー使ったから、ここでキラーが来ても全然おかしくない。だってこれ1位は取れなくても、あ、でもこれ結構抜けそう。あ、めっちゃ抜けた。オッケーオッケー、打開できる。しかしここでグダグダだったけど、ここで打開できそうじゃないか。これ最悪、この、いや今キラーのやつが得をしたけど、他のやつがもっと減速がでかいはず。よし、ここでこれどうだ、何位だ、3位。よし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 、悪くなかった。最後の方は前半グダグダだったけど、なんか打開成功したわ。でもなんか今もうちょっと頑張ればな、もう一人ぐらい抜けたかもしんねえ。いや、危ねえ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 っていうか、まあ3位も負けだけどな、負けだけど、まあ面目は保った。よしよし、この調子で、ね、なんかコントローラーがなんとかかんとか言ったけど、多分勘違いですね。後半大丈夫だったし。やべえ、苦手コースだ、 DK ジャングル。ちょっと今回はな、さっきは後半良かったけど前半本当にひどかったんで、前半からしっかり頑張ろう。対戦よろしくお願いします。あれ、なんか3位だったのに2番目スタートだな。あれが1人抜けたのか、勝ち逃げかな。行くぜ、ドーン。やばい、やっぱこう苦手だわ、なんかすぐ噛んじゃうこの草の部分を。あんまインコースを攻めすぎない方がいいんだろうな。インコースというかアウトコースのか、アウトコースに行きすぎずインコースにも行きすぎず、ちょっと真ん中センターだけどちょっとイン寄りみたいに、全然アイテム取れない、やばいって。でもさ、 DK ジャングル結構難しくない、狭いよね道が。落下するとこはまあでもあるか、このちょっとさっきとか。あ、これマリオカートやっぱちょっと下手くそな、やばい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 、ちょっと下手くそになったよな少し前と比べて。これ夏休みがめちゃ頑張っただけで、これが本来の実力説あるわ。ちょっとやべえ、また今回も打開させていただきますか。なんかもう打開が得意技みたいなとこあるからな、実際。ショートカットしなくていいや、で盗む。なんだ赤子ら、よし、これでまず1人を倒すと撃破、コインも回収、しかもヨッシーじゃん、いいね。打開マンとして生きていこうかな、これから。よーし、ここでさらに打開アイテム、キラーをゲットと。トゲゾウコラが来てるけど関係ないぜ。ほらな、ボンボン打開しちゃってるわ。おい、ここで解けんだよ、ちょっと待って。
悪くないんじゃない？でカエルが来てる。やばい、やばい、やべ、しかも使っちゃった。まあ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 、また打開させてもらうわ。え、なんでこんなとこにキラーが？やばいって、なんでだ？なんでこんなグダグダしてるの？今日おかしくねえか？やっぱブランクが開くとこれってこんな脆かったのか？腹しくなってくるわ、マジで。お、来た、キラー。しかもマリオカート8デラックスも来てんじゃん。あ、ここ外回りなんだ。え、違う、どこ走ってんのこいつ。は？え？ふざけんなよ。何今の？え？キラーってだって自動でなんかやってくれんじゃねえの？わけわかんなくねえか、マジで。え、マジでわけわかんねえ。なんだ？動揺が今激しすぎんだけど。なんで？もうシーン、これ使っていいのこのキラー。これ使っていいか？使うしかないな、でも。え、なんで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 ？誰か教えて、マジで。なんで俺のキラー落ちたの？スティック威力って、ちょっともうマジでさ。いや、でもこれ意外と順位が上がるかもしれない。押してなければ。マジで今のところ動揺が激しいわ。なんか悪いことしたか俺。なんか来い。来た。しかもサンダー、でもサンダーさ使えるのかな。キンキンを使い切らないとサンダーが使えないっていう。これサンダーがマジで意味なかった。でも一人以外抜けるかも。あー、ギリ抜けなかったか。いや、でもあのキラーでの落下がなかったらもうちょい順位良かったの実際。なんかバグで負けたわ。そんなのあり？クッパキャッスル。よし、ちょっと気持ちを切り替えよう。バグ負けは仕方ねえ。この一戦に勝つことが大事だ。クッパキャッスルなんか前回も走った気がするな。ゲラゲラ火山だったら勝てるんだけどな。対戦よろしくお願いします。さあ行くぜ。ドーン。スタートダッシュのはなんか競技結構いい感じ。アイテムが取れなかったけど、まあそこは仕方ない。よし、このライン取りはいい感じだ。コインは回収できてないからな。コインしっかり回収して、よしよしよし。やべえ、ぶつからないように避けて、アイテムをしっかり取れた。行こうか、取れなかったけど、やばい、これやばいかも。あ、オッケーオッケー、危ねえ、やばい。この減速をこのキノコでなかったことにすると、ちょー、なんか、ね、なんとかなった。だってここで、それは、オッケーオッケーオッケー、危ねえ。え、なんでコイン取れなかったんだ今。まあ仕方ないな。リコアイテム取れないかこれ。まあ仕方ない、仕方ないしか言ってねえぞ今日。ほら、ほい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 、当たれ当たれよお前ら。これ無理じゃねえ、受けんの。あ、やばい、変なとこ乗っちゃった。ちょっと、まあでも落ちないだけまだマシだな。うん、このレーザーがね何気に邪魔なんで。おい、どけよちゃんと。よしよし、でコインがなあんま取れてない。やばい、拾うつもりだったんだけどコイン全然拾えないな。あんま落ちてなくて、あ、落ちてた。ほい、キノコばっか。なんかここなんか当たっちゃうんだけど、なんでこっちから行くのが良さそうだな。こっち向く前に刺すと、このよしよし、今のキノコを使ったことによってあのパンチを回避できた。ほいほいほい、8位か。なんか微妙だな。ダッシュキノコだけ、あ、赤コーラ、あ、なんかなくなった。ここで使おう。よし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 、挽回できてる。最悪だ。なんで今のあんなとこにバナナが置いたんだよ。やばい。打開しろ。よし、これ打開させてもらう。このキノコ、キノコじゃない、スターで。今日打開しかしてねえわ。え、しかもこれ打開もできてなくないか。なんでだこれは。さっきからずっと、まあ、3連ヒットでもさ、これ避けるの無理くないか、ちょっとなあ。またスターか。まあいいか、スターで穴パンチも。これどうなんの、スターの状態当たったら飛ばせんのかな。あれもなんかよく避け、うわあ、待って、これ神かも。神スターだった。え、サンダー回避でかすぎる。しかも1位これで死んでくれるかな、トゲゾーコーラで。あ、これワンチャンあんじゃねえか、マジで。なんで順位上がってねえんだよ、おかしくねえか。よし、これこのキノコで起死回生のキノコだろこれ。うっそ、なんで。え、でも意外と順位が上がってる。抜けないだ、2位。よーし、また打開成功した。
危ねえ危ねえ、最後競り合いになって競り合いに勝ったのかな。あ、勝ってるわ、やった。あれなんか今日あれだな、ぐだつくけど結果はそんなに悪くないな。なんでこれ、センスが爆発してんのか。え、わかんねえけど、なんかそう、走りは良くないけど結果はついてきてる。よくわかんない、マジで。うわー、ラストが苦手なモーモーカントリーか。なんか今日苦手コース多いな。 DK ジャングルといい、モーモーカントリーといい、なんかこういうコース苦手なんですよね。これ何、モーモーカントリーでも初心者向きのコースっぽくないか。なんかわかんない、なんか上級者だから逆に簡単なコースが難しいみたいなところはあるのかもしれないな。よろしくお願いします。じゃーん、スタダは今日すげえいいんだよな。ベビーマリオもなんかスタートすごい速くなかったな。もうすげえ押されていつもアイテム取れないけど、あ、取れた取れた、いいね。よし、ぶつけてやったわ、バナナを。ちょ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 、いつもこの踏んじゃうからな、この緑のところ踏まないように。2個アイテム取れないから、まあ1個取って、お、このコラでも結構いいんじゃない。全員当てるか、これは。当て、当てる、当たれ当たれ。え、なんで、なんだ、なんだ、なんだ、今何が当たった。なんか今ジャンプしたつもりがヨッシーが 転んでた。なんで、何、ちょ、危ねえ、このヨッシー狙ってやがる。なんなんだよお前ら一体マジで。なんだこの緑、緑コラ投げるんじゃねえ。くっそ、バタラ打開になっちゃうのか。打開ばっかだな今日は本当に。スターか、これ使っちゃうか。ふい、効かねえぜ。お、ショートカットしちゃおう。よーし、いい感じ。引いてまだ8位か。またスターいいや。これスターでか、よし、神神スター使い。赤コラ吹っ飛ばしちゃったわ。マジで打開成功しそう、これ。またなんか打開って覚えたての言葉だからたくさん使っちゃうな。よし、あとここミスなく走り切って、相手の運次第では全然やれる。最悪だ。で、赤コラどこ行ったんだよ。ちょっと、ま、いや、まだ諦めんな。いつもと同じことをするだけだよ。今回打開会だからな。打開も極めたんだからいけるわ。なんかこれ、よし、来た来た、超打開アイテム。しかもトゲゾーコラも使ってるから。ん？打開失敗した俺が。なんで7位、この俺が打開に失敗した。これ打開向きのコースじゃないのかもしれないですね。でもなんかレートは、お、2200達成したわ。レートやった、お疲れ様でした。